はい、皆さん、こんにちは。今日はですね、大国主の神様と、日本の国づくりに、協力した、宿儺彦那、宿儺彦那神様をですね、今回は仏像様になってもらってるんですけど、本当はね、こういう小さな、これ今、セメン機の中に水を張って、ガガイモの、ね、身の、船を作ってですね、宿儺彦那の神は乗ってきたそうです。海を渡ってね、こんな小さな、ガガイモのね、種の、船で来たそうです。今日は、大仏様が乗ってるんですけど、まあこんな形でね、来たと思うんですが、本当にね、これ小さいんだ。これ10センチぐらいの種の実なんですけどね、そこに乗ってきたというもんですから、なんか一寸法師の話もね、かぶさってくるんですが、日本の国を作ったということで、まあ豊穣の神というか、大地の神というかね、なんかそんな神様が宿儺彦那の神様らしいです。ね、今日はちょっと真似て撮ったんですけど、どうでしょうかね。 うまくいってますかね。まあこんな形でね、乗ってきたと思うんですけど、これで海を渡ってきたっていうから、まあ波もかぶるでしょうが、まあガガイモの、種ということでね、乗ってきたようです。まあ今日はちょっと真似をして、ね、宿儺彦那の神様を真似て 今撮ってます。こんな感じでね、宿儺彦那の神様が来たと思うんですが、うまくいったでしょうかね。ねえ、今日はこんなもんかな。またお会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。